なぜだ。君は確か前のところの学園長先生、こんにちは。ああ、もう夕方だが。たまたま入んないの？まあな、道具が悪いんだ。それよりここは立ち入り禁止。ね、これ見て。ああ、武装解除を受けてきたのか。もうただの石なんだけど、いろいろ忘れないように持ってなさいって。陽子か。まあそれは大事なことだが。今日はね、お願いしに来ました。え？私を乙女にしてください。なんだって？私、乙女になりたいです。それは私、困ってる人を助けたいんです。困ってたり怖がったりしてる人のところに行って、もう怖くない、もう大丈夫だって言ってあげたいんです。助けてあげたいんです。それはわかるが、やっぱりダメ。お、私がシュバルツだから。そういうことじゃない。シュバルツとガルデローベはもうすっかり仲直りをしたじゃないか。そうだよね。実は近い将来乙女をだんだん減らしていって、最後にはいなくしてしまうかもしれないんだ。え、いなくなっちゃうの？ああ、まだいろんな国同士が話し合ってるところなんだが。そうなんだ。そんなん気にすることありませんえ。しずる、乙女を減らす言うても今すぐどうこうする話でもありませんし。まったくだわ。だいたい学園長、あんた削減推進派の連中に腰が引けてんのよ。ガツンと言ってやなさい、ガツンと。せやからなってみたらよろしいわ、乙女に。ほんと？かいらしいリボンどすな。ちょっと小さい子に変なことすんじゃないわよ。あら、目の前で浮気されちゃって。ほっといていいの？な、何の話だ。あれ、何それ。うわ、ここ立ち入り禁止にしてそんなこと。寒さ通り越して哀愁感じちゃうわね。うるさい。なお、お前今度はどこに飛ばしてやろうかな。ん？ああ、やっぱり左遷だったんだ、アルタイ送りの剣。だったらどうした。人間が小さいよ、あんた。やれやれ。まあとりあえずまだ小さいのにこの霊廟の階段を登ってくるなんて感心だわ。でもガルデローベの入学試験はうんと厳しいのよ。頑張って合格します。うん、そうでなくっちゃ。どうせなるなら世界一の乙女を目指しなさい。強きを助け、弱きをくじく。あれ、それじゃ逆です、お姉様。相変わらずですな。やっぱり決めた。私、